演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。業務スーパーのハイカカオチョコレートベルギー直輸入を食べたいと思います。また新しいチョコレートが出ているんですね。このスーパーさん、今までの業務スーパーのチョコレートは外れはないので、これもちょっと、それでは、おっと、今回は個包装になってるんですね。もちろんキットカットとかとはまた違いますが、ではちょっと立ちにくいです。こんな感じ、薄い板チョコになってます。ではいただきます。やっぱり今回も苦いな。大人の味わいって感じがし、とっても美味しい。でも、カッタルさんがちょっとまずいかな、これは。ダークチョコレートなので、やっぱりちょっとビターで苦味が効いていて大人の味わいでしたね。甘さはかなり控えめなので、苦いのが得意な人でないと少し厳しいかなと思いました。まあ自分は好きなんですけどね。ね、カリカリやっていくので、みんなで分け合うのにもいいと思います。なので、こちらの点数とさせていただきます。ほろ苦い、いや、ほろじゃないわ、かなり苦いチョコレートが好きな方にはおすすめですね。ストイルマジル風鈴を鳴らす兵士はいるのかな。ちょっと切ないですね。誰もいなくなってしまったのか、それとも。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。